平成31年台風第2号は2019年2月20日に発生し2月としては統計史上最強の勢力にまで発達した台風である。また平成時代に発生した台風としては最後の台風である。2月16日頃にマーシャル諸島近海で形成が始まった低圧部に対し合同台風警報センターは18日12時に 熱帯低気圧形成警報を発した。低圧部は19日3時に熱帯低気圧に発達し、JTWC は19日18時に熱帯低気圧番号 02W を不番した。その後、02W は20日3時に、マーシャル諸島の北緯5度05分、統計155度05分で台風となり、アジア名、ウーティップと命名された。 カロリン諸島近海を西北西に進み、23日に中心気圧が950ヘクトパスカルとなり、非常に強い勢力へ発達した。この時点で台風が2月中に非常に強い勢力に発達することは、平成27年台風第2号以来であり、統計開始以降ではこれで3つ目となる。マリアナ諸島近海で中心気圧925ヘクトパスカル。 最大風速秒速50メートルとなり、この時点で2月としては、中心気圧が最も低い台風となった。その後台風は速度を落とし、24日には台風は935ヘクトパスカルに一旦勢力を落としたものの、25日には台風は再発達し、十五日十五時には中心気圧百十五ヘクトパスカル、最大風速秒速十五メートルの、 猛烈な勢力となった。その後、台風は26日の夜から急激に弱まり、28日15時に、フィリピンの東の北緯18度、統計135度で、熱帯低気圧に変わった。熱帯低気圧に弱まった直後、フィリピン大気地球物理天文局の熱帯低気圧、監視エリアに侵入したため、28日18時に、パガサにて、 フィリピン名べきと命名されている。台風が2月に猛烈な勢力にまで発達することは最大風速のデータがある1977年以降では初めてであり、1951年の統計開始以来2月中に発生した台風では中心気圧が最も低い台風となった。また台風だった期間が8日と12時間となり、2月の台風の中で最も 台風の期間が長い台風となった。自己解析では2月23日からの1回目のピーク時の勢力は920ヘクトパスカル、秒速55メートルの猛烈な勢力に昇格したが25日からの2回目のピーク時の勢力が935ヘクトパスカル、秒速50メートルの非常に強い勢力に降格している。猛烈な勢力にまで発達した原因は 台風が存在する海面温度の高さと台風の周囲を吹く風が台風を発達に適していたとされている。通常、台風が発達する海面水温は27度以上で、それ以下の海域に達すると衰弱する傾向にあるほか、延長視野が大きい場合も、下層の渦と上層の積乱雲が分離しやすくなるため、台風の発達が阻害される傾向にある。 台風が発達した海域の海面温度は28度程度と平年に比べて特に高いわけではないもののこの程度の水温でも台風が発達するには十分な温度であり台風が急激に衰弱し始める26日頃までは延長視野が小さい海域を進んでいたため発達が阻害されなかったためであるとされるまた二月や三月は台風を精神させる変頭風が 赤道付近で、マリアナ諸島付近やフィリピンの東海上で北上することはあっても、精神することはなかった。この偏東風は4月頃から北上すると言われているが、例年より早く偏東風が北上したことにより、精神したと見られる。ありがとうございます。